こちら本日1時から始まったライジン39の記者会見、皆様見ましたでしょうか。簡単にまとめていきましょう。榊原社長登壇して年末に向けて足を早めていくと。10月、11月、12月もきっと大会あるでしょう。今回は10月23日の福岡大会。開始は2時、終了時間は8時から9時。そして選手登壇、カード発表、すでに参戦発表の選手も登壇。おさらいからとしまして、手塚元信選手 VS メイマン・マドメフ選手、阿部大地選手 VS 田村響選手、梅野源氏選手 VS トレント・ガーダム選手、中原良樹選手 VS ブガール・ケラモフ選手、武田浩二選手 VS ザック・ゼイン選手、牛久潤太郎選手 VS クレベル・小池選手。そしてここからが追加6試合。まずキック2試合ありますとのことで、レイド・ブレイブリー選手 VS 関浩一郎選手、クリアキー翔吾選手 VS かける選手。ここから MMA4 試合。1、佐々木真嗣選手 VS 現グラディエーターライト級暫定チャンピオンですね、 VS LDH から最近フリーになった宇佐美パトリック翔選手。ここできました。2試合目、芦田貴弘選手 VS 中田ザリッチ弘隆選手。もちろんザリッチとはね、ここでは呼ばれておりません、中田弘隆選手。そして3試合目、八地裕介選手 VS ボイド・アレン選手。ボイド・アレン選手は南アフリカの選手のようで、元イーグル FC のフェザー級チャンピオン、現 UFC のダニー・ヘンリー選手に KO 負けしておりますね。ここ4年はボクシング中心で活躍していて、ボクシングの成績は5勝1敗1分けとなっています。はい、4試合目、須田リオ剛選手 VS ヤノス・チューカス選手ですね。こちらはですね、7戦全勝 6TKO1 サブミッション勝ちっていう風になってるんですが、結構下の方の団体で自分より下の選手とのみ戦っていて、多分戦績が結構いいので今回ピックアップされたのかな。 B ベットでは私やりませんが、須田リオ剛選手にかけておくと美味しいんじゃないかなという風には感じました。ハンガリーの選手のようです。そしてここから調印式始まりまして、クレベル小池選手と牛久潤太郎選手、緊張の面持ちで両者ともにサインしまして、ファイターの方たちからの意気込みいきましょう。阿部大地選手、圧倒的な打撃で圧倒的に倒す。梅野源氏選手、ついに無えたい、やっと俺にやらせるか、俺がどんだけ肘を使ったら強いか見せられる試合をする。今回肘ありルールのようです。中原良樹選手、当日は最高のパフォーマンスをする。武田浩二選手、一撃を持ってる俺はわけじゃないが、僕らしいやり方、つけてつけてという試合を見せたいと思う。佐々木真嗣選手、代読、ライジンに戻ってくるのに6年半かかった。その間、命に関わる怪我もした。当日は自分の強さを見せる。佐々木真嗣選手、過去戦った時にですね、4度の全身麻酔をその後行うような大怪我を負ってしまったこともありますので、ファンの方たちは大変感慨深いと思います。対する宇佐美パトリック翔選手は、もっとやりたい選手たくさんいるのでしっかり勝ってアピールをする。中田博隆選手は、お客さんの心に残る試合をしたい。芦田貴弘選手は、生まれ故郷でもある九州で戦えることが光栄、期待していてください。ボイド・アレン選手、八地選手は総合的にいい選手、謙虚ながら派手なファイトスタイルで観客を沸かせたい。八地裕介選手、もう一回八地裕介らしく勝ってまた上へ上へ上がっていきたい。ボイド選手は打撃の選手、噛み合うと思う、きっちり勝ち切りたい。ヤノス選手は、自分の実力を見せれるまたとない機会をいただいた、相手の研究もしている、勝ち筋はすでに見えている。須田リオ剛選手、念願の外国人選手との対戦、スリル満点のヘビー級の試合を見てほしい。クレベル小池選手、小池クレベルでーす、タイトルマッチ嬉しい、よろしくお願いします。牛久潤太郎選手、小池選手と試合ができて光栄、当日は絶対に面白い試合になると。ここから質疑応答で、牛久選手とクレベル小池選手に質問で、相手より優れていると思うところと警戒しているポイントを教えてください。で、クレベル小池選手は、自分は全部一本勝ちで勝ってきている。彼は強いが問題ない。絶対に自分が勝つ。つまり警戒しているところはないということですね。牛久潤太郎選手は、スタミナで勝っていて寝技の決定力を警戒している。さらに牛久選手、クレベル小池選手の YouTube は見てないが、
海外での練習は意味があると思う。試合に集中できるようになると思う。僕は自分のことで言えば、伊沢聖華選手にも練習を手伝ってもらっています。クレベル小池選手、牛久のことはリスペクトしている。寝技も打撃も自分、私の方が上回っている。私はいつも一本勝ちしてきている。スタミナも問題ない。牛久潤太郎選手、小池選手は動きが柔らかく、スタミナもあると思う。八千祐介選手、一回試合なくなったが特にその影響はない。準備の期間が増えたと前向きに捉えている。格闘技も練習も好きなので。ウサイン・パトリック翔選手、練習は大阪でやっている。ストラッサー・キーチ選手などとやらせてもらっている。フリーになる前からゲンとかでもやっていた。そして今回の試合について、強化してきたことを教えてください。阿部大地選手は、打撃とさっき。梅野源二選手、肘を一番練習してきた。それと SNS 対策をよくやってきたと。司会の鈴木義彦アナウンサーはちょっと笑っておりました。中原義樹選手はレスリング。武田浩二選手はハワイの遠征で習ったことをこっちでも変わらずやっている。ウサイン・パトリック選手は全部。中田ザ・リッチ・ヒロタカ選手は、最近クラブマガという軍隊格闘術も始めている。八千祐介選手、相手に合わせて戦う悪い癖を直している。自分の得意なところを相手に押し付ける戦い方。須田亮剛選手、寝技を特にやっている。武田浩二選手、ザック・ゼイン選手について、打撃がトリッキー、 KO 一本で勝たないといけない相手だと思っている。ウサイン・パトリック選手、ロードトゥ UFC、 体重超過してしまい、オファーもらえると思ってなかったので、ライジンからオファーがいただけてすぐ受けようと思った。やりたい選手とは、本当は八千祐介選手。八千祐介選手、それに対して、時が来たら。以上です。にやりとしておりました。そして梅野源二選手、 SNS の影響力については、基本的に思うのは、力のない人はやり方を選べず、やりたくないことをやらなきゃいけない。一つの目標は、ライジンに肘ありルールを持ってくること。二つ目は認知度を上げること。そのやり方の一つがあれだったので、割と思い通りになっていると思う。あと試合後、リングで言いたいこともあると。須田亮剛選手、対戦相手の映像は全部見たが、強烈な印象は特にない。一方的な試合で KO して沈める。あと、ずっと所属に入っているのに、ずっとフリーと表記されていたが、今回からちゃんと所属という表記に変わったと。はい。で、ここで写真撮影となりまして、牛久潤太郎選手とクレベル小池選手はフェイス2フェイス。何やら二人でうんうんうなずき、そんなにバチバチといった雰囲気ではありませんでした。そしてラスト、榊原社長、追加のお知らせとしまして、再び顔を見せまして、変な話じゃありません。土下座の話じゃないので、と記者さんたちの笑いを誘いまして、榊原社長、多分土下座したこともう何にも思ってないと思います。そんな感じでしたね。今、政府からの10月20日以降にイベント割、旅行割でチケット2000円とか安くなるかもしれません。ペーパービューも対象になりそう。詳細は後日ということでした。これは楽しみですね。このカードが2000円とか割引かれて買えるとなったら嬉しいんですが、ライジンさん、ここ元のチケット7000円とかで売ってこないですよね。大丈夫ですよね、それは。はい。ライジン公式チャンネル登録者数90万件も突破して、年内100万人突破目標ですと言って終了しました。そして記者会見後の榊原社長への囲み取材の様子なんですが、ジャン斉藤さんからまず一つ、私はイベンターとして皆さんからはみ出しすぎだろうと言われるんですが、猪木さんに教わったことであります、足元にも及びませんが、てんてんてんというコメントと、あともう一つ、大晦日、牛久 VS クレベルの勝者と朝倉未来の試合は、機運が高まれば考えたい。現在話を進めているベラトールとの対抗戦の企画にもよりますと、まだこの2つしか上がってきてないですね。もう少し待ってみようかな。追加あり次第、まあ明日にでもまた再びお知らせさせていただきますが。そしてここからは選手、関係者らのコメント見ていきましょう。梅野源二選手、ライジンにムエタイ部門を確定させてやるかとしまして、クレベル小池選手とツーショットの写真も添付して投稿しております。仲いいんですかね。好きな2人です。中田ザリッチ・ヒロタカ選手、ライジン39に参戦させていただきます。見てくださる方の記憶に残る戦いをします。皆様よろしくお願いいたします。芦田貴弘選手、発表されました。ライジンファン、
そして九州の皆さん、楽しみにしててくださいと。で、さらにですね、武田浩二選手の横顔の写真とともにですね、マジでこいつやりやがった、武田浩二とも投稿してるんですが、なんか武田浩二選手やりましたっけ？はい。なんか思い当たる節がある方は教えてください。佐々木真嗣選手は、ただいま。あとですね、昔のその入院してる時の写真ですね、鼻に管が通っていて大変痛々しいんですが、あの時諦めないでよかったとも。大沢健さんは中田ザリッチ広隆選手について、ライジン39参戦、命を削る戦い方は他に真似できないスタイル、ぜひご覧ください。大沢健さん、さらにもう一つ、生まれや育ちは上流階級ですが、戦い方は泥臭い、血と汗の匂いのするスタイル、彼の試合に外れはない。中島太地選手、宇佐美選手は人気出るよね。ジョビンさん、宇佐美選手が組み技強くなったら、ライジンライト級が面白くなる。打撃は間違いなく一級品。組み技の成長が見たい。ストラッサー・キース選手、俺がパトリックと出会ったのが、彼が中学校3年生の時。その時から俺は日本を代表する選手になると思っている。ついに日本の皆さんに彼の強さをお披露目する時が来ましたね。ストラッサー・キース選手、さらにもう一つ、俺が楽しみにしているのはパトリックがライジンに参戦すること、彼の強さに注目やで。須田理央剛選手はぶった押す。川尻達也さん、日本ヘビー級の未来を担う須田理央剛選手の相手は7戦7勝、オール1ラウンドフィニッシュのヤノス・チューカス選手。大会にヘビー級があるとワクワクするよね。そしてその須田理央剛選手と一つ前に戦った関根シュレック秀樹選手、しばらくスシローと距離を取ってみようと思う、もちろん嫌いになったわけではないよと。はい、スシロー派の関根シュレック秀樹選手からの衝撃の発言だったので、ちょっと入れ込んでしまいました途中に、すいません。ザック・ゼイン選手のコメント、ライジンで試合をすることはまさに夢が一つ叶ったということ、この気持ちは言葉では表せない。対戦相手はタフで頑丈だ、彼と、そして日本のすべてを尊敬する。そして笹原さんのいつもの佐伯社長いじり。本日は10月25日、福岡大会の追加対戦カードを発表しました。写真は会見そっちのけで、佐伯社長がスマホを見てるところなんですが、酢豚4、チャーハン2、いや3にして、大盛りで、あと餃子2とラーメン。足りんかもしれんわ、と Uber で注文している人ですと。そして、榊原社長。本日10月23日、福岡大会の追加カード発表会見を実施しました。国内外の魅力ある選手たちをしっかりキャスティングし、骨太カードをラインアップすることができました。ぜひライブ観戦してくださいね。はい、というわけで、そうですね、ちょっと待ってみたんですが、まだ目ぼしい情報も上がってきてないんで、こっちのアップする時間も遅くなっても、あれなんで、もう明日以降ですね。でもどうでしたか？新しいカードは中田ザリッチ広隆選手も、やっぱね、ザリッチってどうしてもつけたくなっちゃうんで、大沢健二さんがつけたんですが、やっぱナイスですね。そう、中田ザリッチ広隆選手の認知度も上げてきましたし、芦田貴弘選手はボクシングバックボーンなんで、寝技じゃなくてね、殴り合いでいってほしいところですね。あとは八千選手のファンもね、相変わらず多いですし、そういえば昨日ガーシーによる川口春奈さんへの暴露ありましたね。相変わらず証拠はないんですが、結構ひどいことを言っておりましたね。あと、なんといってもクレベル小池選手 VS 牛久潤太郎選手ですよ。これがあとちょっとで見られるのかと、ライジン割引入れて3000円でね、見れることを期待してますよ、榊原社長。はい。クレベル小池選手のボペガーが見れるのか、牛久潤太郎選手の悟空が気を溜めてるような、あの踏ん張りポーズが飛び出すのか、はたまた関根シュレック秀樹選手は次いつスシローに行くのか、もろもろ楽しみですね。ぜひ感想と、あとぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。